送局。さあどこでしょうかね。牛肉カルビ。今8時、今8時過ぎたよ。まだか。あった。35、今時ってか、今更って感じなんですけど、こちら牛カルビライスコーン500円いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。え、あったか。何これ。え、これそのまま食うの、もしかして。ここで行こう。はい、こんばんは。ということで、お店の名前が忘れたんですけども、こちら、牛カルビライスコーン。気になってはいたんですけどね、もう35周年終わるっていうのにね、今から食べたいと思います。はい。で、何これ、なんかね、あったかいです。で、確かにコーンなんで、アイスのあのコーンみたいな感じ、あの、なんだろう、あれでね、サーティワンのワッフルコーン的な感じので包んであって、で、ポッキーみたいな、なんかプレッツェルみたいなのが入ってて、で、まあ普通に黄色いのがね、ライス。どこに肉が入ってんのって感じですけどね。いや、なんだろう、これ、ふりかけふりかけふりかけっぽいのがありますね。ちょっと記念用に、じゃあ下面もいただきますか。はい、いただきます。お願いします。うん、海とライスってのはなかなかないよね。お前、なんなんだよ、それは。何がこれは食べ方が分かんないけど、まずこのポッキーみたいな、あ、ちっちゃ、いただきます。降りてると思えたんじゃなかった。え、何これ、しょっぱいね、めっちゃしょっぱい。なんか、なんだろうね、何の味だろう。じゃあ、いただきます。なんかこれ、これはこれで食べるよ。変わってたからないや。確かに気になってたからね。なんか怖いのでこれを使って食べます。怖くないよ。怖いよ、怒られたらどうすんだよ。何やだ。いただきます。普通に食ったほうがない。見るな、どこ見てるの。え、何、え、え、クリーム、よくわかんないね。何これ。え、何これ、よくわかんないよね。じゃあまずかなかい。ごめんなさい。美味しいかまずいかって言われたら分からん。まずくはないけど、うまいかって言われたら、なんだろうな、これ。え、面白いね。ライスと米一緒に食ってみ。ライスと米一緒に。え、コーン、コーン、あー、ライスコーン、ね、牛肉は牛カルビか、牛カルビは下に入ってて、これ下からすくい上げる感じ。もう分かんないな、食べ方が分かんない。ライスとコーン一緒に食ってみていいじゃん、さっきから。え、トイレの味って意味あるの。なんか油っこい、結構油が、油っこいな。すいません、ポロ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 一緒に食ったの。今これだ。これ500円？もう、チャリカーって。チュロスの方が良かった。はっ？今の声。ああ、申し訳ない、こんなこぼしちゃった。あ、コーンはね、しなしな。米とライス、米とコーン一緒に行くんだったら。あ、でも牛カルビはうまいじゃん。食べてみたら、普通に。ライスと牛カルビの正直言うと食べにくいな。肉はうまいな。うん、肉自体は美味しいですね。もういいやって感じだね。うん、めっちゃ目の前で言っちゃった。わかんない、これひどい、どこでね、これ。ライス食っちゃってさ、牛コーンになっちゃった。牛コーン、肉が熱い。ああ、喉が渇きますね。これ結構ね、しょっぱくてね、喉に持っていかれる。喉に持っていかれる。
あと今日食べたいのある？こんなもんじゃない？あのチュロスやっぱ気になるな。あ、はい、すごい気になる。うそ、行かない？食べない？何言うんだったら聞くか。うん、まだ時間あるし。なんか本当に今日さ、うん、食べ物を食えてんな。ね、食いすぎでしょ。だっていつもギリギリで食ってんのよ。もうアトラクションがいいやんなってきた。あー、喉がちょっと乾いてくるね、俺。どうしよう、口直しというか。肉とコーンは合うね。ライスとコーンは合うね。ライスとなんか上のが正直ダメ。あの白い、なんだろう。あ、はい、なんだ、あのクリームみたいな。クリームみたいな。ホワイトソースね。ホワイトソース、え、なんで、あの肉とコーンは合うね。これだけで言ってくれれば。確かに肉とコーンはなんかマッチして、ね、面白い。結構、本当にしょっぱめだね。まあ、喉乾く。お下までめっちゃ肉入ってんね。ね、本当だ。やばい。気になってたんでよかった。最初で最後だよ、もう。めっちゃ奥まで入ってるほら。おお。それは脂っこいんじゃないの？なんかちょっと脂っこいやな。本当に人いないね今日。明日は混むよね。うん。一回食べたらいいや。もうなんかしょっぱい。しょっぱかった。まあ、でも気になってたんでいい。面白かったね。なんか初めてだよね、こういうの食べるね。はい、とりあえずまああれかな。よし、ということで喉渇いたんでいきますか。